宇多津山独宇多津山山六寺院群は、石川県金沢市東山にある寺院群。平成23年重要伝統的建造物群保存地区として選定された。金沢城の南東にある小立の寺院群、南西にある寺町寺院群と並ぶ金沢三寺院群の一つ。金沢にある三ヶ所の寺町は、いずれも大地球陵城に位置し、加賀藩三代藩主。 前田敏常が元那から官営年間にかけて整備したものである。当時強大な勢力を有していた一行宗への監視のため、一行、宗以外の寺院を特定の地域に集中させ、寺町を形成したものであった。浅野川の北、北国街道の東に位置する宇達山山六の寺町は、教皇21年と法歴9年に火災に遭い、 現存する建物はその後の再建であるが、遠方年間の金沢城下図に描かれる町の構成は現代まで伝えられている。文政3年、宇達山南西の地区の町割りが変更され、東該地区は東茶屋街として発達した。2011年9月29日付で、金沢市うぐい町、古来町、東山一丁目。 東山二丁目及び山の上町の各一部22.1ヘクタールが金沢集達三六伝統的建造物群保存地区の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。地区内には37の寺院と2つの神社が存在する。なお、当地区のうち上述の東茶屋街は金沢市東山東伝統的建造物群。 保存地区の名称で別個に、重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。当地区内の寺社には、場所の区比のほか金沢の歴史や文化に足跡を残す人物の墓も多く残る。宇達さんは、金沢城の北東の方角にあるため、藩がこの付近に寺社を集め、門除けを行ったという。慶長四年、前田利家を祀る宇た主神社、慶長六年には、 豊臣秀吉を祀る、報告神社を建立、歴代藩主が崇敬した。ありがとうございます。